アンドレウ・ホンタス・プラットは、スペイン・バニョラス出身のサッカー選手。スポルティング・カンザスシティ所属。ポジションはディフェンダー。1995年から2006年までは CD ・バニョラスの下部組織に在籍し、2006年から1年間は、ジローナ FC の下部組織でプレーした。2007年に FC ・バルセロナの下部組織に加入し、2008年に FC ・バルセロナアトレティック昇格を果たした。 2009年8月31日のスポルティングで基本、先終両間際にジェラール・ピケと変わって、ピッチに入り、トップチーム初出場を果たした。2009から10シーズン序盤は、ジョゼップ・グアルディオラ監督によって、たびたび、トップチームに招集され、スーペル・コパ・デ・エスパーニアのアスレティック・ビルバオ戦や、UEFA スーパーカップの FC シャフター・ルドネツク、戦などでベンチ入りしたが、 試合に出場することはなかった。2010年11月20日、UDR メリア戦でリーグ戦初先発し、持ち味である正確なフィードで、ペドロ・ロドリゲスのゴールをアシストし、8から0の勝利に貢献した。12月7日、UEFA チャンピオンズリーグの FC ルビン火山戦で、同大会初出場を飾り、ティアゴ・アルカンタラのパスを受けて、 同体開発特典となる先制点を挙げた。2010から11シーズンは、エリック・アビダルが監修用によって、長期離脱していたこともあり、トップチームで公式戦8試合に出場した。2011年7月、クラブと2012年6月末まで、契約解除金3000万ユーロという条件で、プロ契約を結び、この契約は2011年10月に、 契約解除金が7000万ユーロに引き上げられると、共に2015年末までに延長された。2012年10月15日、RCD マイオルカへ1年間のレンタル移籍が決まった。2013年6月20日、セルタデビー越え3年契約で完全移籍。2018年8月8日、2022年までの契約で、 メジャーリーグサッカーのスポルティングカンザスシティへ移籍した。ありがとうございます。